皆様は荷物を運ぶときに本当に大きな荷物をなさいますけれども、このぐらいの風呂敷でですね、コンパクトにまとめる方法を今日はお伝えしたいと思います。まず風呂敷ございましたら、真横ではなくてですね、少し斜めにします。斜めにしましたら、最初にですね、着物をですね、こういうふうに通常の形にします。置きますね。そこの上にですね、まず、袋と帯を置くんですね。帯を置きましたら、この端をまず横に持ってきます。この間にですね、いろんなものを入れていただきたいんです。例えば足袋だったり、そよけだったり、下着だったりをするんですけども、そうですね、あと流し板がありましたね。流し板もこの間に置きます。その間に下着や紐や帯枕、そして小物、帯揚げ、帯締めを入れますね。でちょっとこの長いのだけはですね、ちょっと後でまた別のところに入れた方がいいと思いますが、これをですね、こちらに持ってきます。それでどうするかというと、のり巻きのようにですね、くる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 ってこれ巻くんですね。巻きましたら、これを中央に持っていきまして、こちらからですね、くる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 ってまた巻きます。巻いたらこんな感じになりますね。ここですね、縛るんです。これでですね、だいたい出張するとき、私は出かけるときのワンセットなんですね。帯揚げ、帯締めとか、帯枕とか帯板はちょっと別に、もう今着てれば持っていけないんですけど、毎日変える場合にもこれを持っていけば、バッグもですね、もちろんスーツケースにこのまま入れても大丈夫ですし、よくね、着物バッグみたいな形で押さえないといけないと思うんですけど、巻けば、巻くのが一番シワにならないんですね。この状況でバッグに入れていきます。この大きさでしたら、こちらミュンタンさんのバッグですね。これにですね、こういう風に渡して入れて持ち運びもできます。これを一つ持てば着物がワンセット入っています。そしてですね、またこういうスーツケースですね、スーツケースに入れたい場合の入れ方なんですが、これをですね、どこに入れるかというと、まず開けます。開けましたら、どちらでも構いませんが、化粧品とかを入れて、こういう形で、こちらの方に押さえる方で入れていただいても結構です。こちらに入れて、上の方には何かを入れていただいて、これで押さえる。両方とも押さえるがあればどちらでも構いません。こうしてですね、入れておけば動きませんので、こちらにも荷物が入っても大丈夫ですね。こちらに荷物を入れて、この形で入れていけば持ち運びの時にとっても便利なので、やってみてください。